月間ユーザー数750万人超え、あのニュースピックスを運営するユーザーベースに潜入。メディアの会社だと思ってたけど急成長中のテクノロジーカンパニーなんだって。なんでそんなにも優秀なエンジニアが集まるの？年収、成長環境、新卒4年目の開発リーダーの人事に密着します。移転した丸の内オフィス、すごいっぽいです。おはようございます。おはようございます。ユーザーベースグループのアルファドライブニュースピックスで新卒4年目になります、エンジニアのリーダーを務めておりますガニエタケと申します。今日はよろしくお願いいたします。そもそもガニエさんはどんなサービスを作られているんですか？まあ、ユーザーベースグループではニュースピックスっていう事業がありまして、ニュースピックスっていうアプリを提供してるんですけれども、ニュースピックスアプリの法人向けのプランでありますとか、ニュースピックスエンタープライズといいまして、まあ、ニュースピックスのアプリ上で顧客の会社内で閉じたコミュニティを作って、まあ、その中でニュースを起点にしたコミュニケーションをしていただけるようなサービス、まあ、そういったものを開発しております。具体的にどんな技術を使われて開発を進められているんですか？サーバーサイドはコトリンを言語としてはよく使っております。フロントエンドは Vue.js であったりだとか使うことが多いですかね。ちなみにそういった言語って比較的新しいものなんですか？比較的新しい技術だと思います。これから何の予定ですか？これから朝会です。もう11時なんですけど、これから朝会なんですね。僕含め結構朝弱かったりもするんで、みんな集まれる時間に朝会開いてます。朝会の方を始めさせていただきたいと思います。モテさん、次お願いいたします。今日はちょっと、まあ、そこの修正をしていくっていうところ。これは何の作業をされているんですか？チームメンバーが出したコードのコードレビューをしているところです。コードレビューっていうのは具体的にはどういった作業をされているんですか？コードのまあ書き方が間違いがなさそうかということですとか、仕様に合っているかどうかといったことを点検してます。ちなみにそういうコードレビューって入社してどれぐらいの時期からやられてたんですか？初めてコードレビューをしたのは多分入社して2ヶ月ぐらいだったかな。未経験の方もいる中で1ヶ月でコードレビューって、まあ、分かんないんじゃないかなって正直思っちゃうんですけど、そこら辺ってどうなんですか？あ、もう本当に最初はもうごく簡単なレビューから始めました。一番最初はおそらくもうちょっとした文言の変更とかその程度だったんじゃないかなっていうふうに、徐々に複雑なものも見ていけるようにはなりました。赤澤さんにおごってくれるって言ってた。ご飯で伝えたんですね。あ、でもやってました。やってましたし、まあ、最近はお茶会になってますけど。コービーチームでお茶会してるんですか？コービーチームでは毎週だいたい金曜にお茶会、はい。ランチの時すごく盛り上がってましたけど、はい、いつもこんな感じでお話しされながらランチ泊まれているんですか？あ、そうですね、いつもこんな感じで、まあ、ランチのこともあるんですけど、まあ、最近はお茶会って言って午後に30分ぐらい集まってちょっとお茶飲みながら話すみたいな形式でやることもありますね。今お話しされていたのはエンジニアの方だと思うんですけれども、はい、エンジニアの方ってどれくらい会社にいらっしゃるんですか？グループ全体で1200人ほど在籍しているんですが、そのうち 17% ぐらいがエンジニアとなっています。すごく美味しそうなカレー食べられてたんですけど、いつもランチはそういったものを食べられてますか？あ、はい、あれはオフィスが契約しているデリバリーのサービスがありまして、それで買ったカレーでした。ランチの次はどういったご予定ですか？まあ、ちょっと作業をした後に上長と、ワンワンがあります。これから上長とのワンワンです。まあ、時々話してるけど B2B になるじゃん。一般の人が使う部分じゃなかったりするんだけど、なんか新卒で B2B ってどう？正直学生の頃 B2B ってなんだろうぐらい。いや、そうだよね。そもそも自分が使わないからビジネスビジネスだもんね。まあ、ただやってみたらいろいろ面白いというか、弊社特有の 2C サービスの上に構築されたその 2B の部分。あ、ニュースピックはそうだね。ニュースピックに関してはみんなが使える部分の中に法人の領域あるやつだから、ね、そうですね、っていう面白さもありますし、相手先のその顧客の担当者の方に対するパスの提供と、あと実際その会社の利用する社員さんたちが使いやすいようにするっていうところとかの両立だったりだとか、いろいろそういった面白さもありますよね。意外に思った以上にお客さん近いっしょ。近いです、ね、いや、これ結構大事な話で、みんな最初って驚くんだけど、実は B2C って学生の方とか主婦の方とかいっぱいいるからこそ、逆にインタビューどうするとかなるんだけど、はい、法人ってビジネスで付き合ってるからめちゃくちゃ距離近くて、インタビューとかめちゃくちゃ受けてくれたりとか、機能とかの要望とかぶつかって一緒にやれるから、はい、実は B2B ってめっちゃ距離近いんで、割と今のキャリアとして B2B からスタートして悪くないなって感じ。あ、そうです。
今何されてたんですか？今、テスト祭りってチーム内で呼んでまして、作った成果物が、ちゃんと想定通り動くかどうかっていうのをみんなで確認する会をやっているところです。どれぐらいの頻度でやられているんですか？基本週1ですね。あと僕の作ったもうアップデーテッドのあれなんですけど、ちょっとこれがですね、まだ修正する時間が取れてなくて、ダニエルさんが入社された理由って何ですか？ユーザーベースという会社を知った時にホームページを見に行ったんですけど、そこで7つのバリューっていうのを掲げられてるのを知りまして、それ見てすごく共感したっていうか、7つ全体的に惹かれたとか、7つの中のこれに惹かれた全体的にですけど、異能は才能ですかね、特に何か挙げるとすれば。異能は才能っていうことは本当に大事にしてるんだったら、社員それぞれの個性っていうのが尊重されているはずだなっていうふうに思うんで、それってすごく大事なことだなっていうふうに個人的には思っているんで、いいなっていうふうに特に思いましたね。新しく入ってきてくださった新卒のメンバーとかの能力とかに自分たちで勝手に先入観で決めないっていうのは強いポリシーなので、できるかできないか迷ったら任せるっていうのは、それはやっぱりあると思います。これから何のご予定ですか？これからちょっとあそこでチームメンバーの作業サポートをするところです。ビリングのリリースなんですけど、はい、それが朝倉がちょっと話したなんか一個リバートしたっていう話が ありましたね、はい、それをどう対応するかっていう話で、このゲットっていうのは、はい、普通に中身を取ってきてるだけで、はい、フォースアップ失敗してる、はい、そうですね。なんかこれはいいんですけど、もう一個の方が浅川さんとガニエさんの真ん中で、結構若手に今の実力があるからとかでやる気あったら任せるみたいなそういう話を伺ったんですけど、これ任せてもらえたなみたいなエピソードがあったりしますか？新しく大きな機能を作るっていう話があったんですけど、それもともとその時のガニエさん一個前のリーダーの方がやるっていう話だったんですけど、それちょっと私やってみたいなっていうところで手を挙げてやらせてもらえたっていうところは任せてもらえたなっていうのはありましたね。エンジニアとしての経験あんまりないような私に任せていただいたっていうのはいい会社だなと思いました。同僚のエンジニアの方にはなんかどういった方がいますかっていう、ちょっとふわっとした質問があるんですけど、外部のイベントになんか結構登壇されてるエンジニアさんはたくさんいらっしゃいますね。そういう方は技術レベルもすごく高くて勉強にいつもなってます。この会社の中で技術力が身につくような環境があるのかなっていうのを思うんですけど、実際入られてみてなんかどうですか？僕自身もめちゃくちゃ研修をしないと仕事を始めさせてもらえないみたいな感じとか、そういう感じではなくて、入社して3日目ぐらいから実際の業務に入ったような記憶がありますし、やることもそれなりにちゃんとしたタスクからもう入らせてもらえて、もちろん先輩の社員とかがサポートは手厚くしてくれたんですけれども、徐々にそういう風にはできることが増えていくように、タスクをどんどんアサインしてもらえたっていうのが大きいですかね。普段はどれくらい出社されるんですか？人によるんですが、僕の場合は平均したら1週間に1回とか、地方から働いてる人はほとんど出社しないっていう方もいますし、東京近辺の方は自由に来ている感じかなと思いますね。客先でのクライアントワークとかってあんまりないんですか？客先での仕事は今のところないですね。普段は結構自社開発のお仕事が多いというところになるんですか？そうなりますね、はい、自社開発が多いからこそのメリットって感じられてる部分ってありますか？スケジュールとか自分たちで決められる部分が大きいので、各メンバーの各々の成長を考慮して、ちょっと難しめのことを任せやすかったりだとかっていうのはあるかなって思いますね。ガニさんが今 B2B サービスに携わっている中で面白いと感じることってどういうところにありますか？私、NewsPicks の法人向けサービスを開発してるんですけれども、NewsPicks って元来法人向けのサービスだったんですけれども、そういう法人向けにも展開することで、従来動きづらなかった層にも浸透を図れることですとか、それによって社会にも異なる層に使っていただくことで、より影響を与えていけるのかなというふうに思っております。大規模な事業に関わっていらっしゃるなというふうに思うんですけど、そういった中でなんか大変だなと思うことってどういうところにありますか？マルチテナントって言いまして、複数のお客様が同じサーバーの上で走っているサービスを利用していらっしゃるので、セキュリティには極めて気をつけなくてはいけない。他のお客様の情報が別のお客様の画面上で見えてしまうとか、そういったことを防がなくてはいけないということが、結構常に考慮して開発していることですね。これからのご予定は何ですか？これからですね、チームメンバーから相談があるということなんで、会議室に向かって相談を受けるというところです。プレコーのチームス連携っていうのは、あれですね、要するにシェアボタンのことですよね。とか、あとそもそもだから、なんか僕から完全に話しても、小西君のオーナーでやってて、それをどのくらい外気中毒するのかみたいなところですね。
エンジニア志望の学生さんが就職先を決めるときに見ておくべきこととか、気をつけておくべきことって何かありますか？機会があればイベントだったりだとか、行こうと思ってる会社のその社員さんが登壇してるなんかイベントがあったりとか、それを見るとかでもいいと思いますし、何かしらで社員さんの実際の姿を見たりして、その会社が自分の肌と合ってそうかっていうのは見ておくと良いかなと。結構就活ってたくさん会社受けて一つ一つをしっかり見る余裕がない人も中には結構いるかもしれないんですけれども、そういう努力はしておくと入社後のギャップとかを最小化できるんじゃないかなというふうに思っています。目をつけるべきところとしては多分2パターンありえるかなと思ってまして、マリアさん自身もプレイヤーからマネージャーに変わったことってありますか？こうして皆さんから相談を受けてサポートをする立場になるっていうのもありますし、みんなのスケジュールも気にして、進捗を管理したりだとかっていうこともありますし、チームの成果について会社に報告するという役割もありますし、いろいろ変わりましたね。はい、ぶっちゃけなんですけど、お給料って結構変わりましたか？リーダーになってたことによって給料が変わったというわけでは実はなくて、組織内でのポジションに関わらずスキルに応じて弊社ではタイトルが決まっていて、それに応じて給料も決まるという形になっているんですけども、それがリーダーとしての働きも評価されて上がったというふうに思っております。会社の中で、お互いみんなタイトルは調べたらわかるので、お互いもらってる額は知ってる状態ですね。ちなみにその評価基準もなんですけど、評価制度ってどういった形になってるんですか？評価基準はエンジニア自身で策定したものを使ってまして、評価制度は360度フィードバックといいまして、半年に一度ですね、自分がコンピテンシーに見合った、もしくはそれ以上の働きができていた部分と来期の伸びしろの部分、それぞれ周りの一緒に仕事をしていた仲間たちに評価してもらえるという制度になっています。でその評価に基づいてタイトルが決まります。エンジニアが市場で結構求められてるっていうふうに聞くんですけど、今の就活生エンジニアってぶっちゃけおすすめできますか？おすすめです。今もエンジニアってすごく必要とされていますけれども、これからもエンジニアは必要とされ続けると思うので、エンジニアという職種は僕はお勧めできます。最後にエンジニア志望の学生に向けて一言お願いします。好奇心旺盛な人だったりだとか、問題解決が好きな人だとか、物を作ること全般好きな人だったら、すごく向いてる職種なのかなっていうふうに思いますんで、そういうの楽しいなって思う人だったら、頑張ってエンジニアになっていただきたいなって思いますし、なおかつ弊社にもし興味を持っていただけたら、ぜひぜひご応募ください。お待ちしてます。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。